MG 小太郎とエール正の笑う門にはグリーン、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに山本天気ありがとうございます。はいはい、これはね、はい、その僕がやってるオンラインサロンの翡翠ユニバでね、うん、毎月今来てくれてる、うん、頂上戦士ケルマディックさんがね、うん、はい、めちゃくちゃアニメに詳しい人なんで、ね、漫画に詳しい人なんで、ね、はい、まあ、教えてもらったんだけど、はい、日本のアニメのね、うん、ヒーローは、うん、ヒーロー物語っていうのは、うん、すごく共通点があると。あ、なるほど、うん、まあ、外国の漫画とは違う。あ、へ、うん、違いがあるんです、うん、まあ、あるけどその一つが、そう、でそれは、はいはい、敵と仲良くしちゃう、ヒーローが、ヒーローが最後敵と仲良くなっちゃう。確かに、ね、日本のヒーローものは確かに外国の場合敵っていうのは、うん、あくまでも断固、うん、倒さなきゃいけない、うん、悪なんです、うん、そうですね、うん、確かに倒して終わりますもんね。うん、倒した。でも日本の場合は、うん、倒した敵と仲良くなって、うん、さらにまた次なる敵に向かっていく。そうです。なんなら仲間になってね。ドラゴンボールはまさにその構造ですね。象徴ですね。確かに。うん、ベジータね。そう。うん、あと、まあ、ワンピースとかね、うん、ナルトとか、うん、まあ、悠々白書とかも、そうですね。その、ユースケとヒエとかね、敵が仲間になっていく過程があったり、うん、そもそも北斗の拳では、強敵と書いて友と呼ぶ。はい、ルビーがね、うん、かっこいいですね。日本のヒーロー漫画って、はいはい、強敵と書いて友と呼ぶっていうのは素敵です、ね、日本のヒーローの確かに物語の、そうですね、特徴です、ね、特徴です、大きな特徴ですね、うん、それはなんか当たり前のように僕らありますけど、それ素晴らしいことですよね。そうなんですよ。そうかそうか。でそもそも漢字の素敵って素敵って半分が敵なんですよ。確かにね、素敵の成分って、うんうん、50% は敵なんですよ。やっぱバファリンみたいなね優しさは半分は敵ですね。です、確かにね、敵と磨き合う中で、うん、なるほど、自分と相手の素敵さを、うん、磨き合っていく切磋琢磨ってそういうことなんですかね、うん、そうなんですよ。いいですね、受け入れてるんだ。俺子供の時、はい、子供が小さい時に、はいはい、マガ玉作り体験っていうのが近所でやってて、はい、あ、そうなん、珍しい、そう、うん、はい、マッチ箱みたいな長方形の箱を渡されて、はいはい、ヤスリを渡されて、はい、削ってマガ玉にしていくのね。で俺夢中になりすぎて気づいたら自分の子供連れてったのに気づいたら俺が夢中になりすぎて俺の子供を違うお父さんが手伝ってくれるて、参加者で子供の心に書いてさすがですね、そんぐらい楽しかった。そんな事件があった、事件ですね子供追い越しちゃった。でもそれって、はいはい、その、マガ玉にとってそのヤスリって傷つけるものだから、かいわゆるマガ玉にとってヤスリっていうのは、うん、マッチ箱にとっては、うん、マッチ箱にとって傷をつける存在がヤスリなわけですよ。まあそうですね。で確かに、その敵と磨かれ合いながら、傷つけ合いながら磨き合いながら、うん、美しいマガ玉が出現してくるっていうのが、なるほどね、まあ、体験したわけです。なるほど、美しさの裏にはね、体験してハッと我に返ったら僕の娘が知らないお父さんに手伝ってマガ玉作りをしてちょっと、まあ、ちょっとね、夢中になりすぎて参加者としてね保護者である前にそうそうそう、楽しかったんですよ。すごく楽しかった楽しかった、楽しかったのが伝わってきます。あ、なるほど、磨き合っていく、磨き合う。だから日本って、うん、実は敵っていうのは、うん、倒すべき悪ではなくて、うん、磨き合う、強敵と書いて友っていうのが、うん、日本の漫画の世界観なんですよ、ね、なるほどね、深いですね、うん、それで共に良くなっていくわけですもんね。そうなんですよ、うん、いいですね。なんか自分の内側にある嫌な部分も磨き合っていける存在なんですね、うん、で、うん、敵ほど自分が綺麗に磨かれていく存在を、うん、すごくその費用対効果が高い、うん、なるほど、この人と磨き合うとグッと光るっていう相手を敵っていうわけです、うんうん、なるほどね、うん、そういう敵って言うわけ、正義がそうなわけですね、うん、磨き合う存在、うん、なんか全然変わりますね。そうだから、うん、南米の人たちは、うん、そういう気持ちでテキーラって表現したんです。嘘でしょ、絶対嘘でしょ、ただのダジャレじゃないですか、どう見てもダジャレですよね。すいません、ちょっと調子に乗りました調子に、ね、メキシコのイメージだけどね南米の調子に乗っちゃいました。なるほど、なんかそれっぽいこと言いましたね。テキーラ飲めないのに調子に乗りました、ね、なんかアミーゴな感じ、調子に乗りましたありがとうございます。まあでもね、敵の定義は変わりますね。敵の敵か、ありがとうございます。まさくにとって、はい、一番の敵って
誰？俺一時期かみさんが一番の敵だった。まあ磨き合ってますもんね。磨き合った。なるほど。で美しい勾玉になった。そうですね。うん、確かに。まさくんにとって敵は？敵ですか、うん。まあ自分自身じゃないですか。自分自身。弱い自分じゃないですか。あ、弱い自分、うん、またおしゃれないつもおしゃれな感想ねそれっぽいことねおしゃれっぽいことやっぱりゆとり世代ってゆとり世代じゃない僕っぽいこと言うよ、ね、僕ゆとりじゃないけど、ね、ゆとりじゃないゆとりじゃないです僕ゆとり前ですまあでも思いますけどね弱い自分との常に葛藤とかね、うんうん、まあでもそれは磨き合っていく存在なんだなと思ったら少しなんか、うんうん、意識は変わりますよね、うんうん、そうです、ね、はいもう他は敵いないですか敵はまあこの上司嫌だったなとかあまあそれはありましたね、うん、あった、うん、前の会社ってかとかで苦、うん、なんかどうしてもでもそれはそれでなんか磨かれたあ磨かれましたね、うん、何が磨かれたのあの傷なんだろうなそれ気づきがすごい深かったし、うん、あなんかそのなんだ許せたんですよね許すってことを体験できた、うん、あそう、うん、許すっていうことを、うん、その上司が、うん、通して辞めた後ですけど、うん、あのことがあったから僕今の僕があるって思えた瞬間にあ感謝できたんですよねその、まま、別にすごい許せないと思ったわけじゃないけど、うん、でも苦手な意識のままだったのがあの人とのあの体験って本当にしんどかったけど、うん、でもそのおかげで今の自分があるなって心から深く思えた時にありがたいなと思いました、ね、なるほど、うん、親そういうふうに気づかせてくれたっていう、うん、もちろん至らない自分も能力的にとかはあったけどでもあ命として間違ってなかったな進んだ道はっていうふうに思えた時にすごくなんか溶けていく感じがしましたね自分の中で、うん、やっぱりその上司嫌いになったきっかけは、はい、あの、はいピザ取られたどういうことちっちゃいな器ピザ一つでどういう理由どういう状況なのそもそもどういう状況でそのピザ取られるのまずホームパーティー食べようと思ってたらピザ取られるとやっぱって恨んじゃうよ、ね、食べ物の恨みはねピザって好き恨んじゃうよねでもピザはちょっとスペシャルな感じするからねめったに食べれないからねちょっとそれは恨むかもしれないね、うん、ちなみに俺はね薄いピザああクリスピーな感じ薄いピザが好きあ確かに美味しいですよね、うんうん、食べやすい僕も薄いピザは結構好きですね、うん、ピザっていいですよねなんかスペシャルな感じがするあする、うんうん、なんかとっておき感ありません俺ピザってあんまり量食べれない、はい、あそうなんですね、うん、2切れ3切れぐらいを美味しくたしなむあたしなむたしなむたしなむもんなんだ、うん、まああんまり食べるもんではないかもね、うん、確かにいろんな種類を1切れ、うん、2切れ食べたいかもしれない、うん、なるほどねまあピザではないですちなみに、うん、でも美味しいピザって本当別世界に美味しいよねいやうまいですよね、うん、なんかイタリアとか行って食べてみたいですよね本場のピザってあ、うん、美味しいよ美味しいあ行ったんですか、うん、あの行ったんで、ね、あの会社員時代、うん、あの社員旅行がイタリアだったからおしゃれですねおしゃれだねじゃあ社長のおかげではいはいありがとうございますまあ、はい、敵は磨き合う存在ってことですね敵は、はい敵にアイラブユー敵にアイラブユー多いなそれ最近強敵と書いて強敵と書いてあの、はい、強敵と書いて愛人と読む愛人って言うそれややこしいそれそれちょっと違うまだ敵にアイラブユーっていうのを食べとこ う愛人ってなんかちょっとなんかで艶っぽくなっちゃうなんか艶感が出ちゃうから俺もちょっと言って赤面しちゃったやめておきましょうなんか違 う、はい、敵にアイラブユーって、はい、ありがとうございますというわけで藤井孝太郎とエールバスの笑う門にはグリーンズありがとうございました。